全国数十人の自作ドローンファンの皆様こんにちは、パソコン博士でございます。今流れている動画は数回前に、投稿したフライトコントローラーが焼損するところです。今回の動画は新しいフライトコントローラーの取り付けから初飛行までを1回にまとめてみたいと思います。日数にして5日分になります。古い電源の基板を取り外しているところです。この古い電源の基板は上からネジが4本か5本ぐらいで止まってまして、で下側からもカバーがついてます。でそのカバーを取り外すと、ですね、バッテリーから来ている電線を取り外すことができます。でバッテリーから来ている電線、結構確か M6 ぐらいの太い、ボルトで止まってるんですけども、それを取り外すと基板が外れます。新しい基板が来たんで、それとちょっと比較しているところです。で、新しい基板が本当に大丈夫かっていうのを導通テストしているところですね。新しい基板を取り付けたんで、もう一回念のため導通テストしてます。これで本当にプラスマイナスが間違ってないかと、導通、プラスとマイナスが短絡してないかっていうのを確認したところです。でせっかく新しいフライトコントローラーが来たので、GPS のアンテナとかも新しいものに交換してます。でこの GPS のアンテナの向きっていうのが重要でして、ドローンの前方に向けてこの GPS のアンテナの矢印が向くようにしないと、ドローンがどっかに飛んでってしまいます。で墜落したりなんかにぶつかったりします。で今回のフライトコントローラーの電源をつなぐための XT コネクターのハンダ付けしてます。これは間違えないように細心の注意を払ってやってるような気がします。前回はここで間違えて基板とフライトコントローラーをぶっ壊して7万円ぐらいかかりましたんで、ものすごい慎重にやってます。でこの時点ではまだフライトコントローラーつないでなくて、この電源基板にちゃんと電圧が来てるかどうかをテスターで確認してからフライトコントローラーに電源をつないでみました。で今回はうまくいったようです。でキャンの配線をします。このキャンの配線といいますか、キャンの線からキャンのハブにつながります。でそのキャンのハブから、センサー類、前方のセンサーとか後方の下の方の、距離センサーなどにつながります。で今ここで両面テープでそのキャンのハブとかフライトコントローラーを固定してますけども、結局1回後で剥がす羽目になりますので、固定は全部取り付けた最後の最後でいいかもしれないです。じゃないとこの線の取り回しとかも結構厳しいんで、最終的に位置調整がもう1回しております。でこれが受信機のアンテナの取り付けなんですけども、いろんな部品が入っていて、どれがこうその部品取り付けのパーツかって分からなくて、最終的には、取り付けることができませんでした。であとで自分でブラケットを作って取り付けてます。でこれが、プロポに初めて電源を入れて、プロポのモードの設定をしているところですね。日本のモードとか外国のモードとかモード1モード2とかそこら辺です。でこれが飛行って言いますか、散布のソフトで、この散布のソフトで、フライトコントローラーのパラメーターはほとんど設定できます。でパソコンで最初設定しないといけないのかなとこの時点ではまだ思ってますけども、最終的にはこのプロポ側だけでほぼ 99% ぐらい設定が可能です。でこれがですね、フライトコントローラーの、キャリブレーションをしているところです。まず水平方向で2回転で垂直方向で2回転、これで北の方向がどっちかとかそういうのをキャリブレーションです。地磁気のキャリブレーションだと思います。最初だけになるよ。よし、終わった。でこのキャリブレーションはこの K++ の場合1回だけ行えば、完了して、あとはする必要がないんで、結構楽なような気がします。でした。これカメラの取り付けですね。カメラのを取り付けて映るかどうかを確認しようとしているところなんですけども、結局映らなくて、このカメラの故障だっていうのが後で後々分かります。でカメラだけ
RC ホビーの方に言って無償で送っていただきました。でこれが後日、モーターが回らなくていろいろ苦面しているところです。でこのモーターが回らない原因っていうのが最終的にはユーザー登録をしたかどうかの違いですね。ユーザー登録をするとモーターが回るようになります。今これテストでモーター回してるんですけど、テストのモーターの回転はユーザー登録をしなくても回ります。これですね、ここでユーザー登録をして身分証明書とかを向こうの方に送って、その登録が完了するとモーターを回転させることができます。これでもう羽さえつければ飛ぶような状態になってます。ユーザー登録をしないとダメだっていうのに気づくまでだいぶ時間がかかりました。でモーターが回ったんで、羽をつけて初飛行をしてみようっていうふうに今から準備しているところです。なんで夜なんで本当はあんまりよろしくないんですけども、家の近くのって言いますか、家の敷地内でちょっと飛ばしてみようかなと思ってるところですね。まずはモーターの回転方向が正しいかどうかをこれから確認します。とりあえず全部アイドリングで回転してるなっていうのは分かったんで、そのモーターが本当に何ていうんですかね、自分で想像した通りって言いますか、設定した通りに回転してるかどうか、あとは羽の止め方、羽が間違ってないかどうかっていうのをちょっと確認してるところです。時計回りと反時計回りが間違いないかですね。でこっから、初めてこう浮かせるぐらいプロペラを回転させるとこです。ちょっと浮いてビビってる感じですね。予想以上に音が大きくて、初めてこれこのぐらいのサイズのドローン飛ばしたんで、予想より音が大きくてビビってるとこです。かなりビビってますね。ビビりながら浮かせてます。これでもう GPS とジャイロが効いて安定してその場でホバリングしてくれるです。ただちょっとビビってるんで高く上げれないですけども、まあ夜っていうのもあって敷地内で周りに物があったんであまり高くは飛ばしてないですけども、とりあえず目的、まあなんていうんですかね、一段落ついたみたいな感じですね。で今回の動画はここまでです。次回はここから配管したりなんだかんだしたりする動画になると思います。